皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回はサビ猫の秘密についてご紹介します。皆さん、サビ猫はご存知でしょうか？黒と茶色、もしくは赤の2種類の毛色を持つ猫ですね。海外では亀の甲羅のような色をしていることから、べっ甲という意味のトータスシェルという名称で親しまれています。そんなサビ猫ですが、実はミケと同じくほとんどメスであることをご存知でしょうか？サビやミケのように2種類の色を持つ猫にオスがほとんどいないのには理由があります。猫の毛色を決める遺伝子は性染色体の X 染色体に存在しています。反対に Y 染色体には存在していないのです。そのためほとんどのサビ猫はメスなのです。ごくたまに染色体異常によって X 染色体を2つ持つオスが生まれた時にサビになることがあります。サビ猫のオスはそれだけ珍しいということですね。以上でサビ猫の秘密の紹介を終わります。ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフ榎本にご用命いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。